による日本語弁論大会が開かれました。日本人がドキリとするような指摘や思わず膝を打ちたくなる意見、日本で暮らす外国人たちのスピーチには様々な発見があります。お腹のままもあのもっとたくさん欲しいって言ってるんですけど、ここから通インド出身のヨゲンドラ・シャラド・プラーニクさん24歳。初めてそれくらい多くの人の前に話すってプラーニクさんは去年9月、日本語の研修のために来日しました。そして1年間の日本滞在の締めくくりとして弁論大会に出場しました。私はこの研修では最近課題研究という授業活動がありました。この活動で自分で本を読んだり日本人にインタビューしたりして日本の親子の共有時間について調べましたが、それを通じて分かったことの一つは、日本の場合父親と息子の一緒に過ごす時間がとっても短いということです。ここで私は自分の父親のことを皆さんにお話ししようと思います。父はとっても忘れっぽい人です。いつでもどこかで何かを忘れるのは父にとって当たり前のことです。毎朝会社へ行くときに私たちは父のバイクの鍵を一生懸命に探します。しかし鍵がなかなか見つからないので父は諦めて自転車やバスで会社へ行きます。後で母が洗濯しようとすると父のズボンのポケットからや掃除するときに布団の下からその鍵が出てきたりします。数ヶ月前、父は自分のその高価なバイクを友人の息子に自転車並みの値段で売ってしまいました。しかしバイクを売ったからといって鍵を探すという我が家の毎朝の儀式がなくなったわけではありません。今度は私たちは父の自転車の鍵を毎朝一生懸命に探さなければならなくなったんです。父の洋服にいつもアイロンをかけるのは私です。かけるというよりもかけさせられるのです。それは父はアイロンをかけることはできないからです。私の記憶では父は一回だけアイロンをかけたことがあります。その時自分の一番好きなシャツに焼け焦げを作ってしまった父はその後洋服にアイロンをかける自信を失ってしまったらしいのです。ここまで来ると私の父は一番おっちょこちょいな人だと皆さんも賛成してくださるでしょう。ところで今回私が来日してから父が7回手紙をくれました。最初の手紙の内容は次のようでした。ヨギ、日本人から学ぶべきことはたくさんあります。日本がここまで発展したのは日本人の努力と規律のおかげです。日本人の優しさ、礼儀正しさなどを身につけるよう頑張りなさい。日本の食べ物や料理はインド人の口に合わないそうですが、食べ物は神様の恵みだと思って何でも美味しく食べなさい。それから3回目にもらった手紙にはこう書いてありました。ヨギ、あなたが日本に行ってからもう4ヶ月ぐらい経ちました。国際センターにはいろいろな国の人が来ていますね。みんなと仲良くしなさい。また会えるかどうかわからないのだから、一緒にいる間は家族のようにお付き合いをしてみんなと助け合いながら楽しく過ごしなさい。この手紙の内容を研修生仲間に読んで聞かせたら、彼女は涙を流しながらこう言いました。ヨギさんのお父さんは本当に偉い人ですよ。そんなことまで考えていらっしゃるなんて信じられない。彼女のそんな感想を聞いて、私は今まで父親を
おっちょこちょいで慌て者でそそかしくて滑稽な存在だと思っていたけれども、本当は偉い人だったのだと気がつき始めました。父親の存在はそんな大きいものだと思わなかった自分に腹が立つぐらいでした。そんな父に心から感謝しています。以前の私と同じように親の本当の価値を分かっていない若者は大勢いるでしょう。その若者に親の本当の価値を分かってほしいと思います。私は父親のことをただおっちょこちょいな人間だとずっと思っていましたが、その父はいつも必要な時に一緒にいてくれて私を守ってくれました。これは多分インドの普通の風景だと私は思います。そこで日本の父親に申し上げたいことがあります。息子さんにはあなたの愛情を見せてください。少なくとも息子さんにはあなたが必要とされている時に一緒についていてください。そうすることによって必ず息子さんもあなたのことを愛し尊敬すると思います。私のこの小さな思いが伝わったらこのスピーチも生きてくると思います。私も日本の父親のように働き蜂父親、インドの父親のように子供と長い時間過ごす父親になりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。